以前三輪さんは戦国武将は好きではないと伺ったことがあります。その理由などお話しいただければ幸いですということですけども、そんなこと申しましたかね。もう私もうすぐ過去のことを忘れてしまうんでね、言ったかもしれませんね。っていうのは戦国武将というよりもまず戦いが好きなんじゃないんですよね。国取りって言ったって死んでしまえば誰のものでもないんですよ。全国制覇して、でそして争いをなくすために全部制覇するっていう、これは結構ですね、平和につながりますからね。でそれがね、やっぱりねヤクザの縄張り争いと同じですもの。うん、だって武士とかね兵隊とか言っても殺し屋でしょ。だからそこに礼儀作法とかいろんなのはね、やっぱり殺し屋っていうのはみっともないから、そこに体裁を作らなきゃいけないからね、権威をつけようとしちゃってね、いろいろなものをね付加価値をつけようとしてやってるっていうふうに思うんですけどもね、それは読み物として面白いですよ。でもご本人として見ればね、死んでしまえばそれきりですもの。土地をいくら持ったからってね、死んでしまったら他の人のものになるんですよ。そうでしょ。だから政治家だってね、亡くなって金の延べ棒が金庫からね出てきたり、20億という現金が出てきたって言うんだけど、じゃあそれまでの人生何だったの。バカバカしいでしょ。それよりもとにかくまあまあ、死ぬまで何とか食べるものがあって、できるもの、住むところにまあ不自由がなくて、でそれで愛する誰か、家族なり誰かがいて、そしてそこそこにね充実した人生腹六分で、その一番充実してて心穏やかでいられるんですよね。だからいかに自分が充実して平和でね、もうみんなに愛や物や何かも分かち与えて楽しく過ごすか、それが一番ですよね。だから私戦国時代が嫌いっていうのはね私平和主義ですから、そういう意味で嫌いなんですよ。ね、今日のお話はね、感謝について話せということなんですけれどもね、私ね本当長い間ね、いろんな方からの人生相談を受けさせていただいて、その中でやっぱり一番多いのはね、つまり幸せになるにはとかね、じゃあ幸せってね何だと思いですかって皆さんに聞くと、え、幸せは幸せでしょ、分析したことがなくただ漠然と、じゃあ結婚します、ああお幸せに、幸せになってください、幸せってね一度手に入れたらねもう固形物みたいにずっとなくならないもんだって錯覚を起こしてらっしゃるの。だから青い鳥っていうメーテルリンクの名作がありますね。あれは青い鳥は捕まえたら、そしたら消えていっちゃうんですよ。幸せっていうのはね、充足感のことですよね。満ち足りた思い、はあ、もうこれ以上何にもいらないで、好きな人に抱かれてね、とにかくエッチの最中なんかに、ああもうとにかく死んでもいい、地球もう何も止めて、汽車も電車も止めて、もう本当に幸せ、充足感。ところがね、オルガスムスが終わって、クライマックスが終わったら、なんだか儚くなっちゃって、なんでこんなことしてたのみたいになって。で、例えば、疲れ果てて、で、ベッドにドーンと大の字になった時、はぁ、幸せ。もう何にもいらない幸せと。もう10分も経てば気絶して寝てるんですよ。お風呂に入って、はぁ、いい湯だな、幸せだなと思って、30分、1時間入っちゃったらのぼせますよ。そうでしょ。だから幸せっていうのはね、充足感だけど長続きしないものなんですよ。じゃあね、それをずっと手元に置いて長続きさせるにはどうしたらいいかって、感謝することを探せばいいんです。そうしたら立ちどころにいつでもどこでもいつでもずっと感謝することを探せば、ずっと幸せでいられるんですよ。例えばね、お年を召して私も危なくなってきたんだけれども、足腰が不自由になっちゃった、でもまだ歩けるじゃないの、で手も動かせるし聞こえるし見えるし、で幸せの充足感のあるところの方へ視点を移せばいいんですよね。そっちを見ないで、ありがたいことっていっぱいあるのにね、そっちを見ないで、あれも不満これも不満、
不平不満のことばっかり探そうとして、ご苦労様にそっちばかり探すんです。いつでも不幸になれるんです。だからその逆に、あの、旦那様とね、あとはうまくいかなくて、まあなんでこんな男と一緒にいるのって、なんで安月給で堂々の、不平不満ばかりあれしないで、もうセックスもなくなっちゃったし、この役立たずがって、で奥様思ってらっしゃるでしょうよ。ね。でも、この人のおかげで今まで生き延びてこられたわけだし、で、満員電車に揺られてね、やりたくない仕事やって、とにかく嫌な上司にね、怒られて、同僚に足引っ張られて、外回りやなんかではね、お得意さんにわがまま言われて、それでもちゃんとうちのためにやってくれてる。ね。まあ、気の毒にってありがたいなと。そうすると、あ、それでね、私は食べさせてもらってるんだし。で、自分も働いてて、働ける体があって、ね、なんだかんだあってもう生きていられるのも幸せ。で、感謝することに全部切り替えていけば、いつでもどこでも幸せになる。これが永久に続きますよ。だから幸せを手元に置いてね、ずっと幸せでいられるっていうのは、感謝すること。それを探せばいいんです。それだけのお話。何でもね、カップヌードル。カップヌードルですよ。カップヌードルを開発した安藤桃福さんという方でございますけどもね、この方のお誕生日なんだそうでございます。発明王なんですね。もう日本人っていうのは何でもね、もう一つものをずっと大事にしてくるという、まあそういう伝統もございますけれどもね、よその国と違うのはね、それをね、自分たちでね、もっと進化させよう、進化させようとしてね、どん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 ね、進化していく。まあ、それですね、カップヌードルもみんなそうですが、レトルトのものでもね、もう、だって日本語自体がそうでしょ。中国からね、漢字が入ってきましてね、今度はそこからひらがなやカタカナを編み出して、まあとにかく着るものも何もみんなそうですよね。しかもカップヌードルまでがね進化しちゃってね、そして下手なね一流のホテルやね一流のお店と言われた古いのれんのね、そういったとこのものよりねサンドイッチにしてもね、それからカップ麺とかね、そういったインスタントのものでもね、もう常に会議を開いてね、よりよくよりよくって、もっとこうした方がいい、もっとこういうユーザーからのね、アンケートを見るとこういうしてほしいっていうから、じゃあこういうしましょうつって、会議開いて常にこう、前進前進を図ってるんです。進化してるんですね。ですからね、サンドイッチなんかでもね、アボカドとね、エビのね、サンドイッチなんてね、まあよくそのコンビニで売ってるところもあるんですけどね、とっても美味しいですし、でそしていろんな他のお野菜のものでもねよく研究されてますしね、新鮮でパリパリしてるし、これホテルのねサンドイッチってね、よほどのとこでないとまずいんですよね。昔ながらの味をね、そんな戦時中の味なんてねどうでもいいんですよ。でカップヌードルといえばね、新宿でねもう 4,50 年前でしょうかね、50年近く前に寺山修司さんがねアングラという劇団 のやり方をね、アングラを日本に定着させたいんで手伝ってくれてんで、一緒に劇団をね私も壊れて手伝いましてね、 で稽古の場所は貧乏劇団でなかったんで、私がいたマンションのね、下がね、ガランと開いてましてね、借り手がなかったもんですから、そこを大家さんに私話をつけて、で、そして稽古場に使わせていただいて、で、食べるものもね、あまり皆さん豊かでなかったでしょ。そうかといって、私一人では美味しいものを食べるわけにいかないから、じゃあみんな出て行って。で、カップヌードルがね、ちょうど出たての頃だったと思いますよ。でもね結構美味しかったんでびっくりしましたね。初めはね、なんだこれ得体が知れない、まあ怖いかにと思っててね、まあ死んだ気になって食べたんですよね。
そしたらとても美味しかったんだよね。で寺山さん病みつきになってカップヌードルばかり召し上がるようになってましたね。で今はねちゃんぽんのカップヌードルまであるんですね。私両方ともね時々いただくんですよ。日本のねメーカーの方ってどこのメーカーの方も 何業の方もね本当に頭が下がりますね。